こんにちは、新人演歌歌手の石原正史でございます。いきなりですけれども、私石原正史も YouTube を始めてみることにいたしました。そのきっかけも兼ねてちょっとお話をさせていただきます。いや、最近はですね、もうこのニュースでも何でもこのコロナウイルスの話で持ちきりでございますね。まあ、歌手にとっても、まあ、各地のこうイベントですとか、それから、一番は本当にステージですね。ステージにも出ることのできないという状況に陥っています。ですからもう、まあ、このコロナウイルスが出てくるまでは本当に、まあ、歌の、お仕事ですとかこういったのも本当に多かったんですけれども、一気にこうなくなってしまったということで、ちょっと気持ちが寝入りそうな感じがいたします。そこで、このままじゃいられないということで、私石原正史の近況報告といいますか、それから、歌、ちょっとした小話ですとか、こういったものを皆さんにお届けすることができればと思っております。でまた、私石原正史はですね、ちょっとこういったあの昭和歌謡のレコードが本当に大好物でございますので、こういったのが好きな方とか、ちょっとでもこう共有する場というものを作りたいと思いまして、まあこれからできる限り毎日のアップロードを心がけていきたいと思っているんですけども、実はあのエスプロレコーズに私は所属していまして、社長の若松社長が YouTube を始められたということで、もう2ヶ月くらいですね、なるということをお聞きしたんですけども、それからあのまた、先輩の三田京香先輩も YouTube をされているということですので、ちょっと面白そうだなということで、私も始めさせていただきましたけども、まあこういう感じでですね、ゆっくり、お話をすることができればと思っておりますので、ぜひ今後とも石原正史をよろしくお願いいたします。チャンネル登録などお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。